江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちらまあどちらかというと小ネタになるんですけども、杭州アジア大会で一幕ありまして、警告ひっくり返った太極旗であわや優勝セレモニーという記事でございます。はい、それではですね行ってみましょう。くーちゃんお願いします。チョンジヒ31とともに2022杭州アジア大会卓球女子ダブルストップに上がった卓球の神童シン・ユビン19が試合後、特別な場面で再びファンを微笑ませた。シン・ユビン・チョンジヒ組は2日2022杭州アジア大会卓球女子ダブルス決勝戦で北朝鮮のチャスヨン・パク・スギョン組と対戦し、ゲームスコア4-1、11-6、11-4、10-12、12-10、11-3で金メダルを獲得した。この場面は試合後のセレモニーで登場した。2人が対局旗を持って記念写真を撮る直前だった。シー国から帰化したチョンジヒが対局旗を裏面が前に行くように手にしたため、左右の模様が反対に変わっていたのだ。一見すると対局旗の健康管理、棒のこと、毛がひっくり返っている状況に気づきにくい状況だった。歓声と取材熱気が溢れる状況で、チョンジヒだけでなくシン・ユビンもやはり詳しく見なければこれを知らないまま記念写真を撮ることもできた。しかしこの時、チョンジヒとシン・ユビンは一緒に対局旗を詳しく覗き込み、シン・ユビンは違和感に気づいた。本人が直接対局旗を回して健康管理の位置を正した。二人は対局旗を持ったまま明るく笑いながら手で舞踊して記念写真を撮った。二人は試合後の記者会見でお互いにボールを回す姿でもう一度微笑ましい場面を演出した。チョンジヒは決勝戦なのでとても緊張したが、ユビンが力を入れてくれてうまくできたと話した。シン・ユビンはアジア大会決勝に初めて上がって不思議だったとし、不思議なほど後悔のない試合をしたかった。お姉さんがよく導いてくれて金メダルを取ることができて本当に嬉しいと話した。はい、じゃあその瞬間があるんでね、映像の方がありますんで、ご紹介していきたいと思います。こちらでございます。あー、まあ間違えるよ、うん、あるあるわかるよ。右と左を間違えたらしいですよ。この棒が私初めて知ったんですけど、このなんだっけ、玄関国旗だっけ、なんだっけなって言うんだって。これ健康管理、あ、健康管理って言うんだって。この棒の4つを合わせて健康管理って言うんだって。健康管理みたいな。うん、でこれが逆だったって。わかんないよねそんなの、大丈夫だよバレねえよ。でこの2人はですね、あれっつって詳しく覗き込んだわけですよ。まあ隣に大人というか、まあ監督みたいな人もいますけども、で気づいた、ピコーンって気づいた、あれ。そんでまあ無事にまともな向きで、こう記者会見というか写真撮影ができたという話題なんですね。はい、それではですねこちらに対して警告の反応いってみましょう。はい、それではですねこちら1人目、対局旗の位置を正す姿を中継で見ながら、チン・ユビン選手がとても綺麗で誇らしかった。国家代表の資格が十分だと思う。それに実力まで最強だね。2人の選手お疲れ様でした。素敵です。52に、金メダルを取って興奮していたはずなのに、その状況で国旗の確認までしたシン・ユビン選手、とてもしっかりしていて綺麗ですね。もし確認できなかったとしても、私は理解したと思います。それでも落ち着いて持っているユビン選手とジヒ選手、とても偉いです。47-1。これ金メダルだからこんな反応なんだろうなって思ったね。ちょっとね。これ金メダルじゃなかったら、ちょっと親ってなったと思うよ。はい。民主党の政治家にとっては非常に悲しく胸が痛むニュースでしょうね。可愛くて素敵な優勝セレモニーは、大系民国の豊かさと国民が享受する自由が北朝鮮共産党と国名に対比される様子だった。48個。そこまで家庭教育をちゃんと受けたみたい。民主党の国会議員よりはるかに立派だ。35に、前回大会の古事記のような鶏飯陶器を掲げてアリランを歌った汚い記憶を消してください。大系民国は対局旗です。
スパイ行為と詐欺断食は必ず悲惨な処罰を受けなければなりません。32.0 犬娘ともに民主党支持者たちは健康管理がわかるだろうか？人狂気にしか関心がないだろう。22.2あの幼い選手も対局機をすぐ直すのにムンジェインは専用機に対局機を逆さまにかけたんだ。17.0 はい、じゃあですねこちらチャットの反応いきましょう。はい、じゃあ上の方からいきますかね。あ、これは危ない危ないぞ、わら。お前らさあ年中ペプシ国旗の向きを間違えるよな。愛国心が足りないんじゃね。だから自分たちでも見分けがつかない旗はやめろ、わら。ややこしい国旗だね。別にいいじゃん、誰も気づかないんだから。どっちでもいいじゃん、わら。芸国民ですらよくわかってないんだからさ、わら。国民でさえたまに間違うくせに W 何言ってんだ。また逆さまやったんか。真ん中がどっちが上かくらい覚えとけや。ところで赤が上で合ってたよな。赤が上で合ってる。C 国から来たなら間違えて当然ある。確認しなきゃわかんない。まあ当然だけど、国民にもわかりにくい国旗だからね。うん、上下左右わかりづらいからしゃあない、わら。ペプシマークがひっくり返っても世界中で警告だけだよ。気がつくのは他国にはどうでもいいこと。そんなの知らねえよ、どっちでもいいだろう。警告人で正しい警告旗を理解している人ってそんなに多くなさそう。危ない危ない W 政治に関わるところだったな、わら。自分たちですらよく見ないとわからないような国旗使うなよ。端っこにこっちが上ってわかる目印でもつけとけ。お前らで何人が正解知ってるんだよ。もうどっかに上って書いとけ、わら。棒つながってる3本線が犬やろ。そう、このなんだっ け健康管理だ、なんだっけ、健康管理だっけ、これね、これが健康管理、これ一文字一文字がこの旗の意味なんだって。旗のこの毛を、このあのー、左上の棒があるじゃん、切れてない棒ですね、これが剣、乾くって書いて剣、うん、らしいよ。これ全部名前ついてんだよ、剣、コン、カン、リって。そうらしいよ、うん。またなんか無駄な知識が一つ増えちゃったよ。すぐ忘れると思うけど、こういうの見ると日本国民でよかったと思う。そんな分かりにくい絵柄で表裏なんかある仕様にすっから、面倒くさい国旗だな。自国民も迷うような国旗でホルホルしてるのか。お前ら地図だけでなく自分の国旗もわからんのか、わらわら。国旗を正しく覚えてない時点で自国に対する思いはその程度ってこと、わら。本来三本線の乾は点なので真上になきゃダメなんやけどね。そう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 、なんか意味があるんだよね、うん、らしいよ。自国の外交官でも間違う国旗なのによく気づいたよね。中華人民共和国属国旗と書けば間違わないよ。自国の国旗を描けと言われて日本は有利だと思った。米国人はうまく横棒が描けなくて苦労していたわ。はい、ということでね、それではですねこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。